ベテランなキャパニナ選手でした。さあグランドスタンド右手です。皆様大きな拍手をお願いします。
とりと演技をしてくれました。スベツバナ、キャパリナ選手。このちょっと悲しげな曲を選んできて、それに哀愁が漂うような、そんな演技ですね。さあもう一度グランドスタンド左手からです。スベツバナ・キャパリナ選手、皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとう。さあ手を振ってくれてますね。あ、そして今グランドスタンド右手、上昇していくときに機体を左右に振って、何やらこう伝えたいことがあったのかななんていうふうにも感じましたが、さあ後藤さん、